それでは第8回レパードステークスコチャンホーの予想を始めたいと思います。まあ、このレース基本的には3番人気以内が硬いという手堅いレースとなっております。まあ穴予想が全くないレースでもないので、まあそこら辺は考えたものの、まあ人気上位が順当に強いのかなという印象はすごい強いですね。前走成績ではジャパンカップじゃなくてジャパンダートダービー5着以内の馬が手堅くて、まあ他にも古馬混合戦となった1000万下以上をまあ勝てるぐらいの戦績があるとまあいいかなというところですね。血統面ではバリバリのダート血統がいいんですけども、まあ他にもキングカメハメハ3区など長めの距離の適性があるといいというところですね。まあ距離も 1800m というところで中距離の部類にはなってくるかなというところが効いてきてます。客室面では逃げ先行が有利であるんですが、まあ差しもあるというような感じで、基本的には前目に行く馬から選んでいきたいなというところですね。あと枠順面では外目の枠の方がやや有利といった感じで、あんまり打ちすぎるとあんまり来てない印象はありますね。まあそういったところで本命は5番、KT ブレイブ、こちらにしたいと思います。まあ先ほど申し上げた通り、ジャパンカップダートじゃなくてジャパンダートダービーですね。まあ、こちらの方で2着にまあ検討しているというところになりますからね。この馬をまあ軸に行こうかなというところですね。あと長めの距離、まあ、1800m 以上、まあ、こちらで結構実績もあるというところも心強いんじゃないかなというふうに思います。あと決闘的にはあんまりダート要素はないんですが、まあ実績があるので、まあ、そこら辺はあんまり考えなくてもいいかなというところで、まあ本命にしております。対抗の方は6番グレンツェント、こちらにしたいと思います。まあこちらもまあネオユニバースもまあダートはまあまあ得意というところもありますしね。まあキングカメハメハ3区ではないですが、キングマンボの系統というところで、まあ、同じような系譜をかたどってますからね。まあこちらも得意なんじゃないかなというところも、まあここら辺の上がりタイムの速さでかなり伺えるんじゃないかなというふうに思います。まあ、前走のユニコーンステークスもまあ前が有利な感じではあったんですが、そこを頑張って追い込んで、まあ、3着まではようやく格好をつけたというところですね。まあ、前の馬とはまあ3馬身差、まあ、コンマ5秒とか、まあ、離れてはいますが、まあ、レースの流れ次第ではまあ一発あるだろうなって感じで、今回も抑えていきたい一頭ですね。実力はあるんですが、乗り方がちょっと難しいのかもしれないですね。まあ、他を押さえていくところが2番のネクストムーブですね。まあ、こちらこそはまあバリバリのダード血統というところですね。バトルプランも、まあ、エンパイアメーカーのザンクというところで、まあ、アメリカンですね。まあ、フレンチデピティも言わずもがなでアメリカンというところで、まあ、ダートはやはり得意で、まあ、バッと勝てたり実力がいまいちだったりというところもあるんですけどもね。まあちょっと2着に負けた、まあわらび賞も、まあちょっと向かなかったのかなという感じで、まあ前に行った馬には厳しかったのかなというとこですかね。まあ戦績考えると、と、ちょっとうなるところもなきにしもあらずですが、まあ騎手人気も相まって人気なのかなと思わんでもないですけど、まあなんだかんだ馬を動かすのが上手い騎手が乗ってると、押さえといた方がいいのかなっていうところはまあ多分にあるというところですかね。まああと1頭押さえていくのが12番マイネル・バサラーですかね。まあシスターミニスターが結構新潟のダート得意というところがあるので、まあ押さえていこうかなというところですね。まあ過去にも勝ったことがあるんですよね。2013年インカンテーションがこのレースを、勝ってます。シスターミニスター3区としてですね。まあそういったところで得意な、まあ異常に得意な血統というところもありますから、まあ戦績は、まあ、今一つというところもあるんですけれどもね、まあ覚醒に注意というところで抑えていきたいかなというふうには思ってます。
ちょっとすみません、これ読み方わかんないですけど、このステークスで、勝った競泳ギア、こちらがジャパンダートダービーは勝ってる馬なんですよね。結構突き放して勝ってると。そういったところと、いい勝負はしたマイネル・バサラというところで、力発揮できれば、今回もワンチャンあるんじゃないかなというところで、決闘の、うまみも乗っかってというところで狙っていきたい意図となっております。予想の方は以上となります。ご視聴ありがとうございました。